の発射時刻は、10分後ってところか。待っていればすぐに来るわね。ウルスラ病院か。行くのは久しぶりだわ。ああ、俺もそうだよ。本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど、毎日忙しかったからな。あら、病院に行くってどこか具合でも悪いのか。いや、知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど、お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか。いや、看護師をしてる人だよ。若手のまとめ役みたいで、毎日とんでもなく忙しいみたいだ。看護師ってことはあれか、もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん。え、まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。そのお姉さんいくつ。俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で、姉さんみたいな人だったんだ。美人。綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服と着たか。ストライクど真ん中、よし、みなぎってきたぜ。いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブたちと巡り合うことができて。というわけで紹介よろしくね。あのな、男子っていうのはこれだから。ちょ、そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの？さっきから考え事をしてるみたいだけど。あ、いいえ、少々病院とかは苦手で、消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。そっか。大丈夫か？なんだったらティオは。問題ありません。ちょっと苦手というだけで、嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。危ない危ない、少し気をつけなくちゃな。それに私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。どうしてそれを。ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おう、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。あくまで捜査優先だからな。来ないわね。30分経過です。おいおい、ロイド、10分後に来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても。しかし妙だな、さすがに遅すぎる気が。はあ、やっぱり来てないよな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。あの、どうかしたんですか？ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。お、いや、何かトラブルが起こったみたいでして、一度バスの運転手から通信があったんですけど、途中でプツリと切れてしまって応答がなくなってしまったんです。それってトラブルの匂いがしますね。ところで兄さん、どこの人なんだ？あ、僕はクロスベル市交通課の者です。一応自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど、
警備隊に連絡するのもなんだし、やっぱりギルドに頼るしかないかな。みんな、いいか？ええ、分かってる。はあ、仕方ないですね。ま、これも巡り合わせだろう。あの、その役目、自分たちに任せてくれませんか？え、君たちは？クロスベル警察、特務支援課の者です。これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。え、君たち警察の人？そっか、雑誌で読んだことがあるな。警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。その厳密には同じではないんですけど、バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。そうか、それならよろしく頼むよ。なんだったら遊撃士の応援でも頼んでおくかい？いや、多分大丈夫だと思います。みんな行こう。ええ。おうよ。了解です。分析を開始しました。
し。もう大丈夫だ。よし、一気に行くぞ。ポケットチャンスだ。さてと、そこ私の番です。分析を開始しました。任せろ。任せてくれ。私はそこです。そこ俺の番だ。おととい来やがれってな。俺の番だな。はい。
行くぜ。俺の番だな。来やがれってな。こんなもんかな。それ。ま、こんなもんかな。それ。よし、大物だ。こんなもんかな。それ。まずまずかな。行きます。よし、行きます。下げ下げ。
行くぜ。行くぞ。行くぜ。さて、そこです。私の番ね。よっしゃ、行くぞ。これが俺たちの力だ。あれは、やっぱり予想通りか。なんでこんな時に魔獣が。あーエイドスよ、どうかお守りください。大丈夫ですか。あんたらは。警察の者です。撃退室から中に入っててくれや。よし。刺さるか。さてと、分析を開始しました。行くぜ。
行きます。そこです。まだいける。